はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回も、ハッピービーンズデーのおイベント、盾ごと無用の場外乱闘の実況の続きやっていこうかなと思います。もうめちゃくちゃ楽しいねやっぱりね、忘れてる部分が多々ありますので、いや見返してみるのって大事だなって思います。確か 14,5 話くらいまで行ってました。お迎えは前回と同じ、ゴスマリのマブですありがとうございます最初はバトルですね。はい、正々堂々戦いましょう。15話からの、スタートですね。学園の森まで来ました。裏の森まで来ました。あ、リードールアドデューカー、あらあら、あ、これはハーツターンですね。はい、これね、ちょっとまた追いイベントじゃなくて本当のハッピービーンズデーを見返すとまたね、より深いところ知れるんですけども、ちょっとうろ覚えでねどうしてこのコンビがタッグを組むようになったのかって全然忘れてる。うん、はい、あ、そうなんだ。え、豆ないの？じゃあやばくない？うん、あ、そうなんだそうだったんだっけあんなに意気揚々とやってたのにね。うん、セベちゃんとね。あ、そうなんだ。うん、あ、でもなんかアズールと戦ったような気が。あ、もうこれからは戦わないのかな。うん、はい、あ、そうなんです。そうそうそうだよね、それは覚えてるんだデュー君ねあ、そっか、そうだったんだっけ、それは忘れてるな。うん、あ、そっか。あ、じゃあ早く行かなきゃ。あ、どうしたどうした、何が起こった、誰が来てる、アズールかな。アズールっぽいよねな、タイトル的には。ガージャックジャックハール君でした。あ、でもジャックハール君がいるっていうことはアズールもいるよねきっとね。あ、捕獲アームまでもう取ってるんだ。ありゃー、ちょっと待って、これやおーっと、デュック、あ、デュック、あれもしかして、あらー、デュクンがもしかしてかばったノリドルのことを。優しい、もう、あ、脱落した悲しい。いや、でもそうやってデュクンね、どうして君はそんなに優しいのデュクン。あ、そうなの、うわー、ちょっと待って、序盤の話聞きたいんですけどあー、そっか、デュクンってそういう子なのよね、本当に素敵、そういうナイトなところ。うわー、君の死は無駄にしないよ、ありがとうリュース・スペードありがとう本当に好き、こういう正義感の方。おっと、あ、アズール、やっぱりここに来るよね。そうだよね、ジャック・ハウルいるところにアズールありだもんね、ハッピービーズデーではね、タッグ組んでるし。うん、そうなんだよね、そうなんです。だからこそ怪物チームがね、ああいう結果になったんですけれども。うん、悪い顔してる、見て、悪い顔してる二人とも。いや、そんなことなくない？絶対そんなわけなくない？いや、もう、あ、そしたらもうバトルですね。あ、もしかして、アズールとジャックとのバトル。あ、はい、タイトル回収ですね。正々堂々戦いましょう。あー、ここまで。え、そんな、デュ君の。あ、なんだなんだ、ポコポコだって。え、これはビーンズシューターじゃない？あれ、誰だ？あ、はい、ビーンズシューターでの騎士をうーという避けるなんて、誰だ？あ、え、ジャック君っていうことは、あ、エペペじゃな、あ、エペペ、あららら、あ、そっか、エペルが来るんだ、ここで。全然忘れてる。うん、確かに、3人になったところでちょっと見て悪い顔してるの。めちゃくちゃ装備揃えてるからさ、アズール足。おっと、あ、これはビル様じゃない、あ、ビル様、ちょ、え、めちゃくちゃ来てんじゃん。え、すごい農民チーム来てるじゃん、囲まれてないうさちゃん、はい、ああ、そうですね、うわ、警戒を怠ったみたいですよ。あららららちょっとあ、これでバトルですね。あ、でもやっぱりジャックとアズールとバトルっぽいですよね。はい、ということで頑張ります。はい、ということでバトル終わりまして、次はストーリーですね。16話の本気の鬼ごっこを見ていこうかなと思います。いや、本当にね、こいつら本気で鬼ごっこしてるからさ、楽しいよね、やっぱり本気で鬼を起こすの楽しいよねで、フロイドがね、そろそろ本気出してくれないので、フロイドこそ本気出してくれないとねっていう感じなので。おー、大丈夫か、エペペ大丈夫、あ、危なかったね、アズールのあれかな、捕獲のやつかな、あ、ジャックの捕獲のやつでした。あら、そんな1年生同士で。うん、あ、そうなんだ、あ、そうだよね、あ、そっか、ジャックはアームで、アズールが網みたいなやつですよね。
うん、確かに。そう、数だけはあるんだ。うん、あ、はい、ここは戦線離脱かな。うん、いや、それもね、作戦だと思うよ。うん、確かに。いや、素晴らしい。やっぱね、学があるから、アズール・アシェングロット君はさ、あと1年間本当にね、勉強しまくってたからさ。うん、確かにね。うん、あー、そっか、ビル様たちの農民チームの作戦かもしれないっていうことですね。あ、こけおろしってこうやって書くんだ難しい初めて知りました。まあ一回見てはいるんですけれどもね。うん、あー、確かにそうだよね。攻めてばかりじゃいけない、引くのも作戦のうちってことですよね。あー、はい、納得はしてないが、とりあえずは一旦立ち去ろうっていうやつ。あ、はい、まあとりあえずはこの場を収められた、かな。うん、本当にね。いや、どうなってたか、本当にこのままバトルしていったら。はい、あ、そっか、そうだよね、ビル様見透かされちゃってたね。うん、確かに。いや、アズールは、あ、大丈夫。うん、本当にね、危ないとこだったね。本当に襲われちゃうとこだったね。うん、そうですね。いや、農民チーム素晴らしいですよ。こうやってビル様とリドル、あの領長組が固まってるの素晴らしいですね。はい、わかりました。はい、あ、ワイカン特性と、あ、そうなんです。じゃあとりあえず植物園行こうワイカン特性会いたいです、みんなに。そうですね、はい、ありがとうございます。もうすぐさま行こう。うん、あ、ウィズビーですね。はい、あ、そうだ、もし、あ、なんか、なんだっけかこれおとりに使ったんだっけかな。うん、はい、そうですねあのリドルローズハートと聞けば絶対に仲間になってくれそうですね。はい、あ、サクサクとお菓子でも食べてるのかなってもねはい、うん、あ、確かにそうですよね。なんか、あの耳のやつとか網とかいろいろね、あとビーンズカモとかも、うん、いろいろ集めてますからね。はい、そうなんですよ。もう1年かけて、もうほんと作戦練ってたからさ。うん、あ、そっか、これなんか最初のハッピービーンズデーで言ってた気がしますね。うん、はい、そうなんですよ。もうバルガス先生の筋トレをね、浴びたくないからさ。うん、いや、ほんとね、1年の時のあの屈辱忘れられないんだと思うよ。うん、あー、そうだ、フロイドのこと言ってるの、もしかして。うん、確かにね。そうだから、学生でしかできないこと、今このね、瞬間を楽しんだ方、そう、楽しんだ方がいいと思う。はい、ということでここで終わりですね。次バトルあるかな、どうだろう。いや、そろそろフロイドも見たいなーなんて思ってるけれども、あ、バトルありますね。はい、ということで次のストーリー17話のワクワクするねを見ていこうかなと思いますが、この語尾の感じで言うとルクハン、ルクハンでしたもう語尾で分かっちゃう、私も本当に通じてオタクだからはい、うんうん、やっぱね、このサイエンス部のコンビが隣り合わせだと無敵感がすごいんだよな。うん、確かに。うん、うん、そうだよね、その懸念もありますね。まあ大丈夫なんで。おっと、誰だ。ああ、ジャック、はい、あら、フロイドも、ああ、そうか、もうラギーパイセンも、あ、え、フロイドに脱落させられたんだ。それはちょっと覚えてないですねやっぱりハッピービーンズで見返さないといけないですね。そうなんだ。めちゃくちゃ怒ってるじゃん。ちょっとやめて。一触即発。ずる。もうヘロヘロじゃない、アズル。もう見て、この。疲労困憊の姿を。うん、確かに。そうですよね。一年かけた計画がパーだってなっちゃうからね。あ、はい。同じく怪物チームのサイエンス部が、はい。もしかしたら、火星するんですね。ここで。ありがとうございます。助立ちですって。うん。あ、そっか、体力的にも自信があるルクハンがいれば、あ、嬉しいですよ。確かにね、ジャックの加勢をしてくれたら嬉しいですよね。そう、そうなんですよね、戦ってばっかりで。うん、確かに。そう、今ちょっと多分ゼーゼーしてると。もアズールほどじゃないけどねアズールのゼーゼーに比べれば大丈夫ですけれども、確かにちょっとやばい雰囲気しましたよ。うん、渦を巻くほどの土煙が、うわ、ざすごいことになっております大丈夫、見えてる2人とも。うん、確かにでもそのね、間を縫っていけるのがルークハントという男です。あ、そうなんだ。はい、
うんうん、あ確かにね。あじゃあちょっとアズールも含めて4人で行きましょうか。あはい、タイトル回収ですね。ワクワクするねというところでのバトルです。はい、ということ、あ、はい、ストーリー続いてますね。学園裏の森で、あ、はい、豆なくなっちゃいましたね。フロ、大丈夫？補給しなきゃ。そう、補給しなきゃいけないの、豆ね。ちょっと、そうなんですよ。補給しないと。あら、ちょっとやばくない？あ、フロイドやばくない？脱落しちゃうよ。あー、よかった、でも。逆にメラメラになってるようです。むしろ愉快犯ね。いや、愉快犯だからさ。うん。あ、どうした？何が起こった？ジャック・ハウル君。どうした？教えて。あ、複数の足音がこっちに近づいてきてる。あ、もしかして？あ、農民チームじゃない？あ、誰だろう？はい、ビル様かな？あ、ビル様でした。かわいい、キラキラしてる。新しいウィズビーが生まれてしまった。あー、胸焦がしてた。そうだよね。ルーク・ハントはビル・シェンハイトに会いたくて会いたくて震えてたからね。うん。はい、ここでもバトルなのか、違う、これストーリーの続きだから、次の話ですね。はい、楽しいです。とっても楽しいです。新しいウィズビーが誕生しました。次もバトルですね。はい、はい、18話の片っ端から締めちゃうよは絶対にフロイドの言葉ですね、これは。締めるっつったらフロイドリーチなんだよ。あー、ちょっとやばくない？あら、ビル様結構豆あんじゃん。はい、あー、はい、ホテルありがとうございます。え、豆どこですか？いや、ちょっとここは協力しといてお願いします。うん、あ、そうなんだ。あー、はい、怪物チームはちょっとピンチですね。あ、はい、トレイクローバーちゃんと作戦考えてる。うん、確かに分悪いですね。農民チーム数多いですからね。オールボワールなんて言ってるんですか？どんな意味ですか？あ、はい、ここはとりあえずバトルはなかったみたいですね。はい、見ました。すごかったですよね。そう、本当に寮長と副寮長、もう寮の垣根を越えて寮長と副寮長が、めっちゃ怖い顔してる。同着層怒ってんじゃん。あー、ごめんなさい。だってさ、フロイドが脱落したら嫌だったから。うん、そう、まずね、脱落させちゃいけねえと思って。そんな、いやー、だって今から楽しいこと起こるから。そうそう、フロイドはね、楽しいか楽しくないかで生きてるから。うん、確かにエペルがね、ビビってるから、とりあえず怖い顔やめて。あー、かわいい。あ、その顔にしてたらいいじゃん。あら、あー、そんな、もうちょっと、そんなこと言ったら怒っちゃうよね。ほら、怒ってんじゃん、みんな。はい、あ、これはタイトル回収なのか。あー、タイトル回収ですね。片っ端から締めちゃうよというところで、あ、もしかしてこれ、フロイドとバトルだったっけ。うん、あら、ちょっとやる気じゃん。臨戦態勢じゃん。いや、ビール様もこの顔、臨戦態勢じゃん。確かに。あ、かっこいい。いやー、素敵ですね。はい、ここで多分、あ、バトルですね。はい、ということで次はストーリーですね。19話の欲しくなってきちゃったを見てみようと思います。何欲しくなってきちゃったんだろう。前監督生のことを欲してるのであれば、私はやぶさかてねえぞっていう感じもしますが、絶対それはないかな。でも多分これフロイドの言葉ですよね。はい、だんだんやる気出てきたのかな。あ、はい、ビル様とのバトルが、あ、そうか、これ覚えてますね。確かすごいな。そう、投げ技して、なんかフロイドが、あ、そうか、ここでやる気になったんだ。うんうん、はい、確かにね、ジャックと一戦交えてますからね。うんうん、確かに。ここね、そう、怒ると見せかけての、そう、これね、もう、ほん、見てこの笑顔、素敵ですね。やっぱフロイドの笑顔って素敵ですね。はい、テンションが上がってまいりました。そうなんです。そう、あのね、キックボクシングのなんか世界王者かなんかに、あの、トレーニング、してもらっているらしいよ。うん、はい、そうなんです。教えてあげるから仲間になってくれよ。うん、そうなの。そう、めちゃくちゃ怒ってたじゃん、フロイド。だからそれを逆に利用したの。あ、そうなんだ。すごい。ねえ、
めちゃくちゃ懐いております。可愛いです、とっても。うん、確かにもうね、やる気が出てきたらフロイドは強いのよね。うん、そうそうなんです、気分屋なんです。わー、ありがとうございます。 Y 監督生にも教えてほしいななんて思ったりなんだりあ、はい、これがですね、ビル様の統率力なんですよね。そう、ビル様ね、序盤からこの統率力がえぐいですからね。いや、そうなの、確かにね、リトルとはちょっと相性が悪いけれども、いやでも仲間になってくれたら、ほら100万馬力じゃん。うん、確かにそうですよね。そう、魔法使えなくったとしてもフロイドはね、すごい力になりますから。うん、今は効くと思うよ、絶対に。ほらかわいい、もうちょっとかわいい。や、物腰柔らかな時のフロイドでいっちゃ好き。まあ怖い時も好きだけど。そう、あ、そうそうそうなの、見てビル様のこの右肩を主に右肩を見て。うん、まあ、確かにね、普通に着こなすのは難しいなと思うんだけれども、いや、フロイドもおしゃれさんだから絶対に、やってか絶対似合ってたんだけれどもね。あ、確かに、あー、かわいい、ちょっとご機嫌すぎないかわいいはい、リドルとはちょっと相性が悪いですね。はい、終わりました。とりあえずフロイドが仲間になって、もう安心だぞっていうところで、早くね、ビーンズカも見たいというところだ。はい、次20話の技あり、を、あ、どうしようかな、ここまで見ていこうかな、今日。はい、まあちょっと長さにもよるんですけれども、とりあえずここまでにしておきたいか、まあ次行くかぐらいですかね。はい、まずは20話の技ありを見ていこうかなと思いますが、誰の言葉だろう、これは。はい、うん、違うよね。だってジェイドも違うし、もうビル様も違うし、もうフロイドも全然違うもんね。うん、恐れずにチャレンジしてみた。あ、フロイドか、早速フロイド。あ、だね。あ、この着こなしはフロイドです。かっこいいんだよね、本当に。このさ、首元がかっこいいよね。いっちゃん好き。もうほんとなんか、ちょっと軍服にも似合うというか、見えるというか、そうそう、技、あ、これかビル様の言葉でした。そう、タクティカルベスト、タクティカルベストってなんだろう、これのベストってことかな確かにビル様のやつとも違いますもんね。うん、強者の風格。あ、そっか、こうタクティカルベストがビル様にはないですもんね。うん、あ、そっか、これ自分で、フロイドが自分でコーディネートしたらすごいかっこいい。うん、確か全然印象違いますよね。これもまた好きだな、どっちも好きだな。ねえ、コーツつけがたい、確かにあ、そっか、リドルとエペルは、そっか、このままで進むんだ、イベントが。うん、あ、そうなんだ、そういう掛け事をしたならまあしょうがないよね。あ、そうなんだいや、それだったらまあしょうがないか。うん、ありがとうございます。あ、そうなんだ、あら、なんで、仕方ないじゃん、魔法使えないんだからさ、いくら運動部とはいえ。うん、かわいい、ちょっとナイトみたいじゃん。あら、じゃあ、からかわないで。いや、でもちょっとね、リドルがお姫様みたいだと思ってるのは、ちょっと仕方ない。だって可愛いもんね。いや、バカにしてんでも、ちょっと可愛がってるんだと思うよ、私的にはね。うん。あ、そう、実は違うんですよね、アズール。つよつよなんですよ。うん、あ、確かに。体力はないけどね。体力はないけれども、強いのよ。うん。日頃はさぞ、てんてんてん。うん。そうそうなんですよね。なんでだって、タコちゃんだからさ。うん、そうなの。うんうん、そうなんですよね。そう、握力とかね、えぐいと思うよ。そうそうなんですよ。そう、人魚の姿のアズル、あ、タコちゃんの姿すごくかっこいいよね。うん、さあのフロイドが、だからあれかな、もしかして式典服のパーソナルストーリーみたいな絞られちゃったやつかな。うん、確かに。うん、あ、そうなんだ、全身筋肉なんだ。そうか、もうつねられたくないよね。うんうん、確か、もうちょっと待って、やっぱりね、オクタビネルの絆は不敬から、そうもうアズールのことを信頼しきってるのよね。うん喧嘩しないで。うん、もうそうやってちょっとからかうんだか。もうでもね、愛があってのいじりだと私思うで、うぎらないで。もうリドルすぐうぎっちゃうんだから、本当に落ち着いた。もう下級生に言われてますよ。うん。
うん、そうだよね。でスケモンの時そんなこと言ってましたもんね。うん、そうなんです。もうね、それだからこそちょっと仲良ピッピではある。こんなこと言ってるけれども仲良しではあるの、私はそう思っている。うん、あー懐かしい。あー式典服のやつ懐かしい。あのエースの式典服パーソナルストーリーですよね。あ、これはプロローグですね。懐かしいですね。あー、これはこれはエペ5章かな。はい、5章のそう、いろいろ懐かしいですね。見返してみたくなっちゃった。うん、はい。あ、そうなんだ。え、それはちょっと知りたいですね。ちょっとおじたんたちのね、3年生たちの1年生の子の入学式、知りたいなぁなんて思ったり。うん、確かに確かに。それクルーウェル先生に言ってやって。多分クルーウェル先生が発端となってるんだと思うから言ってあげて。うん、私も好きね、こういうところ。全然お行儀良くないところ好き。うん、はい。あはい、申し立て、異議を申し立てます。ああ、そう、自分でそんなこと言っちゃう、一番うぎってる子が。はい、というか終わりましたね。いや楽しかったです。やっぱりね、振り返ってみると新しい発見があって楽しいですね。はい、ということでとりあえず今日ここまでにしておいて、また続きの方は次回に持ち越したいかなと思います。お付き合いいただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。